engine for the life。車で行こうです。今日ご紹介する車はホンダからマイナーチェンジして登場したジェイドです。ニュースタイルワゴンをコンセプトに開発されたこのジェイドは、セダン並みの低い前高と3列6人乗りのモデルとして2015年に登場しました。前回ジェイドをご紹介した時はしなやかな乗り味が非常に好印象だったので、今回のマイナーチェンジで登場したジェイドの RS グレードがどんな味付けになっているのか楽しみですね。そうですね。はい、それでは早速車を見ていきましょう。今回話題の中心とするのはマイナーチェンジで新しく追加となったグレード、ジェイド RS ホンダセンシングです。RS グレードはインラインタイプの LED ヘッドライトやハニカムメッシュフロントグリル、18インチアルミホイールを採用、スポーティーでシャープなデザインとなっています。新設定された2列シート5人乗り使用車の後席は厚みのあるシートを採用、2列シート車ならではの広い足元空間や大きなラゲッジスペースも特徴です。ジェイドのパワーユニットは 1.5 リッターターボとハイブリッドの2種類、ターボ車の RS では CVT も専用セッティングとなり、スポーティーで上質な走りが楽しめます。ミリ波レーダーと単眼カメラを採用した安全運転支援システムホンダセンシングを全車に標準装備したホンダジェイド、価格帯はご覧の通りとなっています。今回は横浜市周辺での試乗でジェイドの実力を探っていきます。もちろんユーティリティチェックも実施しています。はい、ということで CM の後は、試乗レポートからのスタートです。ホンダの低前高ワゴンジェイド、今回は新設定されたスポーティーで上質な走りを体感できるグレード RS でその実力を検証します。Engine for the life。 まあ、ジェイドといえば2015年に出た時、僕の評価とても高かったんですね。何が良かったのか気に入ったのかっていうと、この乗り味なんですよ。まあ、とにかく乗り心地が良くて、静粛性も高くて、すごくしっとりしていて、リラックスして運転するにはとてもいい車だなと思った記憶があるんですが、今日こうして再び乗ってみて、ジェイドの良さまだしっかりと残ってるなと感じました。実は今日乗ってるのが RS という走りを試行したグレードで、タイヤも18インチ履いてるんですね。であるにもかかわらず、乗り心地はとてもいいですし、さすがにこのザラついた路面に来ると、タイヤからのノイズはちょっと大きめになりますが、それでも、静粛性は非常に高い、中と外の隔絶感が高いんですね。高速道路なんかではあまり高回転域を使う機会は少ない、となると重要になってくるのがいかに下からトルクを出すかということなんですが、アクセルを踏み込んでからトルクがぐっと盛り上がるまで若干のタイムラグはあるんですが、トルクの厚み自体はもう本当に十分ですね。じゃあアクセルを深めに踏み込んでいったときはどうなのかということなんですが、はい、非常に気持ちよく小気味よく加速してきますね。でこの車 CVT を搭載しているんですけれども、この CVT が非常に面白い特性を持っていて、ステップ制御というんですが、これによって、ドライバーの感覚にすごく忠実な加速感を演出できています。直進安定性も高いですね。結構ホイールベースも長い車なので、車自体がすごく安定感ありますし、それからこのちょっと切った時の動きもとてもスムースですね。一般道に降りてきました。上り勾配なんですが、やっぱりエンジンに下からトルクが出てるというのはすごくいいことですよね。割と急な勾配でも
2000回転プラスアルファ程度で走れます。 CVT 特有のエンジンの回転数と車速がうまくリンクしない違和感、それがほとんど感じられないのもいいとこだと思います。さあ、いつもの荒れた路面に入ってきました。ああ、いい感じですね。あの18インチタイヤがまず路面の突起に当たった瞬間にスッとたわんで、でさらにそれをサスペンション、ボディシートという順で、減衰していってくれて、最小限ですね、体に伝わってくる衝撃は。でもう一つこういった一般道走ってていいなと思うのが視界です。フロントすごくパノラミックですし、でサイドのウィンドウもとても大きいんですね。この下のライン、ここが体に対して結構低い位置にあるんで、速報の視界であるとか、そういうものも優れています。コーナリングにしてもこのステアリングの切り始めの動き、それほどこうピクピクと、敏感に動かすというそういう方向の味付けではなくて、あくまでもスムースにリニアに、正確にドライバーの思った通りに曲げてやりたいと、そういう狙いの味付けになってますね。久しぶりにジェイドに乗ってみて、やっぱりこの車の走りはすごく僕の好みに合ってるなと感じました。とんがったところが全くなくて、非常にこうスムースで質感の高い、静粛性も含めて、そういう乗り味に仕上がってるんですね。その分何かこう分かりやすさという点では尖った部分がない分分かりやすさはないんですが、こういう車長く付き合っていくともう間違いなく満足感は高いと思います。ほぼ3年ぶりに改めて乗ってみて、やっぱりいい車だなと思ったよね。はい、私あの後部座席乗ったんですが、RS っていうスポーティーな名前がつく割に、すごく快適性も高くて居心地が良かったですね。なるほど。はい、はい、それではここで安全性の評価に行きましょう。ホンダジェイド安全性がこのようになりました。20〇〇ですね、よくできましたです。そして燃費なんですが、今回は市場でおよそ310キロ走ってリッター当たり 11.2 キロとなりました。はい、それではここでユーティリティチェックです。まずは後席に乗り込んでみましょう。スタイリッシュなステーションワゴンということなんですが、後ろのドア開くと、結構大きくドアも開きますね。開口部に注目すると横方向縦方向足元も、それほどこう張り出しもなく乗り込みやすいです。実際の空間です。このモデル3列シートの仕様もある中で、この RS2 列シートということで、2列目膝周りがなんと 5.5 個も原骨入りました。そして頭上はというと、こちらもですね、原骨 2.5 個分ということで、相当身長の高い方でも十分にゆったり座れます。足元は比較的フラットですよね。そしてユニークなのはこの座面ひっくり返すと、なんと小物入れとドリンクホルダーがついている、これホンダらしいアイデアですね。そしてアームレスト、このように足を組んでくつろぐぐらいのスペースが生まれています。ラゲッジスペースです。ステーションワゴンということで開口部も結構大きく開けている印象を受けますね。このように開口部横方向も結構広いです。2列シートだと奥行きも相当荷物がたくさん詰めそうですし、床下こちら開けていくとサブトランクがついていて、奥にはちょっとした工具も入るようになっていました。60対40の分割加糖式のシートになっているので、シンプルにシートアレンジができる、使いやすいですね。もともと3列シートの車を3列シートやめちゃったわけで、その分やっぱり後ろのシートと2室広いね。そうですね、3列シート別にもあるんですけど、2列だとこういう使い勝手が得られるっていうところがいいですよね。なるほど、はい、この後はホンダジェイドの開発担当者の方にお話を伺います。一旦 CM です。それでは開発を担当されたホンダ技術研究所の赤坂さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。赤坂さんはこのジェイドはマイナーチェンジ前のモデルから開発携わっていらっしゃったんですよね。そうですね、一番最初のジェイドは初期からですね、約2010年からもう約8年このジェイドの、担当しております。なるほど、はい、ジェイドってすごく好きな車なんですよ、はい、何がいいって乗った感じすごくこう
ホッとできるとかね、はい、あの静粛性が高いとか乗り心地がいいとか、はい、気持ちよく曲がれるとか、はい、そういう車だったんですが、今回のマイナーチェンジで、はい、RS これスポーティー、いやひょっとしたら硬い足になっちゃうんじゃないかなと思って心配してたんですが、はい、大丈夫でした。大丈夫です、はい、あの我々もですね、あのお客様の声から、その乗り心地の良さだったりだとか、うん、成熟性みたいなところはあるというのは聞いてましたので、うん、まあ、そこをより今回のマイナーチェンジで伸ばすというところを重きでやってきました。なるほど、はい、ジェイド僕は本当に評価高かったんですけれども、はい、一方でマーケットの数字を見てみるとね、思ったより台数が出てなかったんじゃないかなと僕は感じていたんですが、ね、まあ、お客様の声でいうと、まあ、2列目がですね、まあ、2人しか座れないみたいなところがあったりとかして、うん、ちょっと、若干ズレがあったかなと思いますし、うん、まあ、台数でいうとちょっと厳しい状況になったなというふうに考えています、うん、はい、まあ、そこでやはりその2列シートが欲しいと、はい、いうことになったわけですかね。そうですね、うん、まあ、お客様にとって分かりやすいパッケージってどうなんだろうっていうことを、まあ、改めて考えまして、やはりこれは2列目をですねしっかり3人座れる仕様で、かつ、まあ、ジェイドの売りっていうのは、まあ、このスポーティーなデザインであったり、まあ、乗り味みたいなところ、まあ、上質さは忘れておりませんが、はい、まあ、そういったところを際立たせる意味でも、3列目をやめてですね、うん、軽量化をし、まあ、スポーティーで気持ちいい車を作ろうというところに持ってきました。今回どうでしょう、その2列目の後席のシート作りに対して何かお考えってあったんですか。そうですね、もともとジェイドの価値っていうのはこの2列目の居住性というところです、まあ、3列仕様も2列目に関しては V 字スライドといったより後方にシートがスライドして足元のスペースが広いというような機構を取りましたが、うん、まあ、今回の2列5人乗りの2列目に関しましてもその空間が広いということと圧倒的に座り心地がいいということと、うん、あとは使い勝手がいい、テーブルを設けると、その3つをですね、重きに置いて開発したというところがあります、うん、なんかあの厚いシートクッションってなかなか珍しいですよね。そうですね、弊社ホンダの中でもあのシートの座面クッションの厚みに関しては一番厚いですし、うん、ご家庭で使っていただいているようなあのゆったりとしたソファーのクッション感みたいなところにこだわって開発しました、うんうん、RS っていうとどうしてもその、まあ、スポーティーな車っていうイメージで捉えてしまいがちだと思うんですけれども、はい、どうなんでしょう、そのあたり RS って持ってるという車が持っているスポーティーさと、でもジェイドの持ってる快適性上質さ、うん、このバランスっていうのはどんな風なお考えで取ったんですか。そうですね、スポーティーな車好きな方って多いと思うんですけど、うん、まあ、やっぱり日常の使い勝手の中でいくとそんなに比率多くはないと思うんですね、はい、うん、でやっぱり従来は近くお買い物に行かれたりだとか、うん、まあ、街中を走られたりだとか普通に走られることが多いと思うんですけど、やっぱりそこの乗り心地って非常に大事だと思ってますし、でまたあの旅に出かけたりだとかちょっとこう気持ちよくワインディングを走りたいっていう時はいざという時は気持ちよく走るみたいな、はい、うん、まあ、そういったあの生活の中の比率のことをしっかり考えながらどういう足がいいんだろうと、サスペンションのセッティングがいいんだろうというところを考えました。で今回トランスミッション関係ではどんなところに手を加えていらっしゃいますか。トランスミッションの制御の方でシフトアップですね、シフトアップ制御というのを入れています。でこれはアクセルを深く踏み込むとですね、うん、多段 AT のように気持ちよくこうシフトアップしていくというような変速モードになります。で今度はシフトダウンの方向ですが、これはブレーキを踏むとですね、しっかり回転数がしっかり上がり、ブレーキング時の安定性を増し、でまたコーナリング途中であると立ち上がりのところに向けてエンジン回転数が高く保てますので、その再加速においても気持ちいい加速ができるといった、そのシフトアップ側とダウン側の新しい CVT の制御を入れています。あと CVT に関してはその駆動力の割り付けといって、まあ走り出しからまあ中間加速みたいなところでまあスロットに対してどういうふうにエンジンの出力を出すのかというところの制御があるんですが、そこの気持ちいい走り出しの部分に関しましては今回またそこも改めてやり直してますんで、うん、より、軽快に気持ちよく加速していくっていう感じが、うん、今回のジェイドでは感じられるかなと思います、うん、はい、今日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
はい、それではここでホンダジェードの評価に行きたいと思います。僕の評価このようになりました。丸、これは上質な走り、そして快適な空間ですね。上質な走りっていうものはやはり作り込んでいくのは相当大変なものなんですね。もうボディ、タイヤ、そしてサスペンション、いろんなものをうまくバランスさせて、しかも高度に作り込んでいかないといけない。それがちゃんとできている。マイナーチェンジ前でもそれはできていたんですが、今回のマイナーチェンジによってさらにそこに気持ちのいい適度なスポーティー感加わってきたな、 RS はと思いました。でスポーティーで気持ちよく走るだけじゃなくて、やはり室内に入るととても明るくて広々としていて、しかも広いということで、やはりその走りの部分と、そして室内の快適性、そして荷物の積みやすさ、そんなものが本当に高度にバランスされている。そこはもう間違いなくジェードの丸な部分だと思います。で×これは富士友と同じです。なのでこのあたり詳しいことはこの後僕の分も富士友が語ってくれますおそうきましたね、はい、はい。じゃあまず丸なポイントからいきたいと思います。スポーティーな走りを気持ちよく快適に楽しめる大人なワゴンだと思います。洗練されたスタイリングが魅力のジェイド RS なんですが、今回のモデル、アクセルを踏めば直噴ターボエンジンと CVT が気持ちよく連携して、レスポンスのいい走りと技術、抜群の操縦安定性を披露してくれました。同乗者も快適に過ごせるスポーツモデルという意味では、家族の一台として乗る車として嬉しいポイントですね。そしてバッテン、これは荷室のトノカバー、これ目隠しですね、これがちょっと使いにくかったんですよ。まるでお風呂の蓋みたいにポンと置いてあるような感じで荷物を出し入れする際にちょっと使いにくいかなという印象がありました。なので例えばロール式にするなど、あと一歩の工夫がされていくとさらに使いやすくなるかなって思いました。まあ、3列シートと2列シート両方揃えてるっていうことの中での苦肉の策だったのかもしれないけれども、2列シート仕様は専用にして、例えばワゴンみたいなね、ロールスクリーンタイプみたいなのあると使いやすいよね。そうですね、はい。ということで2人の評価はこのようになりました。Engine for the life。 さあ今回ホンダジェードを取り上げましたが、ともちゃん改めてどうでした？はい、車の進化って各社の商品ラインナップに影響されてるんですけど、ジェードも出てきた時ってオデッセイが背が高いミニバンに戻って、で、ストリームっていうモデルがなくなって、それを拾い上げるモデルとして登場してきて、そうですね、はい。でやっぱりそこがね、僕まず最初にボタンの掛け違いがあったと思うのは、ストリームの後継モデルだとこの車思われちゃったんじゃないかなと。実際はもうちょっと上を狙ったんだけれども、ストリームの後継モデルと思う人たちにとってはちょっとボディサイズ大きすぎたり値段が高すぎたりしたっていうのが、一つまずあまりこう売れ行きが好調ではなかった理由の一つで、もう一個実はあってね、やはり2列シートがなくて3列シートだけだったでしょ、そうするとどうもミニバンとしては狭いなと思われちゃった節があるんじゃないかなと思うんだよね。確かに、そうした意味では今回300万円以下で価値あるモデルが手に入るというのもお買い得感もありますね。そうですね。でやはり2列シートにすることによって、狭いミニバンと思われていたものが、今度はとても広いステーションワゴンですねという評価になっていくだろうと。加えてやっぱりその今ともちゃん言った300万円という値段にしても、この車の内外装の仕上がりとか走りの質感を考えたら、かなりこれは逆にお買い得なんじゃないと思えるぐらいだよね。はい、そうです、隠れた名車の一つだなって思いましたよね。そうですね。ですからこれぜひね、実際に実車をご覧になって、できれば試乗もしてね、いただけたら、この魅力、車の魅力よくわかるんじゃないかなと思います。それではまた来週。Engine for the life.